はい、皆さんご覧ください。このピエール・ドゥ・ロンサール、これで無肥料無農薬ですよ。いかがでしょうか。とことんとこいとうとアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は5月の12日日曜日になりますよ。今日ご覧いただきたいのは、うちのピエール・ロンサールが綺麗に咲いてくれました。皆さんご覧ください。こちら無肥料無農薬でたくさん咲いてくれましたよ。今年は本当にピエール・ドゥ・ロンサール頑張ってくれましたので、その姿皆さんにご覧いただこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、その前に4ヶ月前の剪定誘引の動画ご覧いただきましょう。1月の21日日曜日になりますよ。皆さん大好きなピエール・ドゥ・ロンサールの誘引剪定やっていこうと思いますよ。はい、このねピエール・ドゥ・ロンサール、やっぱりつるバラはね、木立性のバラに比べて春の動き出し早いんでね、なんとか1月の末までには終わらせたいということでね、今日頑張ってやっていこうと思いますけども、この辺カットしちゃいましょうか。よしとね、こちらの、はい、いい枝ありますのでね、この辺り誘引していこうと思いますよ。うん、まあ、この辺もね、上からカットして、もう重なってる枝カットですね。うん、ちょっとこの辺りの根元からカットでしょうか。はいはいはい、まあ、今回は前回の誘引はまあ崩さずにその上に巻いていこうと思います、うん、だいぶすっきりしましたけれども、ここからね、この機体の4本うまく巻きつけていこうと思います。はい、こんな感じでババッと剪定しましたけども、この上に巻きつけていこうと思います。くばさみで仮止めをして、そして麻紐でキュキュッと縛っていこうと思います。うん、あんまりね、寒くなってくると枝が硬くなってポキッと折れちゃうんでね、やっぱり早めの方がいいですね。つるバラの誘引は一人でやるにはなかなかの大変な作業、それなんで洗濯バサミで一旦こうして止めておいてから縛ると、そうすると緩まなくてとても縛りやすいですので、よかったら皆さんもやってみてくださいね。はい、今回の剪定誘引はこんな感じとしておきましたよ。はい、なんとかね、反対側にもグリグリグリっと巻き込んでやっておきましたけどね、はあ、どうでしょうか。そして枯れ枝と枯れ葉だけで無肥料無農薬です。はい、こんな感じでね、剪定しておきましたよ。そして先ほどの枯れ枝、落ち葉たっぷりとね
上に敷き詰めました。もうまさに森の中という感じになりましたけどもね。さあこちらの状態からこのバラたちがどんな風に復活してくれるか楽しみです。あれぽっちゃん枯葉食べちゃダメだよ。はい、皆さんご覧ください。このピエール・ド・ロンサール、これで無肥料無農薬ですよ。いかがでしょうか。すごく綺麗に咲いてくれました。すごいね、くーちゃん、すごいでしょう、とこさん。今年ね、ピエール・ド・ロンサールは本当に無肥料無農薬でもりもり咲いてくれたんです。いかがでしょう。まあね、途中途中こうして虫に食われちゃってますけども、頑張って咲いてくれました。はい、こんな感じでね、手作りのカマキリもね、カマキリ虫も守ってくれておりますしいかがでしょう。ブリンブリンに咲いてくれておりますよ。どうでしょうか、ね、下から上までたくさん咲いてくれました、ね、このピエール・ド・ロンサールの株元はどうなってるでしょうかというと、今年はね、もう本当にこの枯れ枝そして落ち葉のみです。いかがでしょう皆さん。本当にこの四条菌の力だけでこのブリンブリンのバラが咲いてるんでしょうか。うわー、すごいですね。もうなんか菌糸がびっしりこう入ってる感じで、あー、なるほど、これがねきっとねバラの根っこと繋がってるかと思うんですけど、ちょっとあまり掘り返すのはかわいそうなんでやめておきますが、はい、こんな形でね、落ち葉と枯れ枝でやっております。で、地植えバラなんでね、なかなか金ちゃん畝のような感じではできなかったんですけども、表面にこんな感じで落ち葉、枯れ枝、枯れ葉やっております。まあ、無農薬栽培なんでね、こうやって足長鉢がこうしてねバラの害虫を取ってってくれますね。結構つぼみの頃に虫にもやられました。この子なんてね、もう半分つぼみ食べられちゃってたんですけども、頑張ってねこうして咲いてくれましたよ。ちょっと実験でね、半分食べられちゃったつぼみも咲かせてみましたが、可愛く扇状に咲いてくれましたよ。ねえ、まあ、そんな子も交えてこうして綺麗にね咲いてくれたということで、ありがたいことですねえ。いかがでしょう。もうね、これ本当にね、毎年肥料とか活力剤とかいろいろあげてたんですけど、ここまで咲いてくれたことは一回もなかったです。ちょっとね、株が少し大きくなってきたんで元気が出てきたっていうのもあるのかもしれませんけども、いやー、でも本当にね、こんなにたくさん咲いてくれたっていうのはね、びっくりです。こんなね、下から上までこんなにブリンブリンにたくさん咲いてくれたことはね、未だかつてなかったんで、本当にねびっくりしておりますけどもね。え、こんなにね無肥料無農薬で咲いてくれるもんなんですね。ねえ、すごく綺麗です。ピエール・ド・ロンサールは微香なんでそんなに香りは強い子ではないんですけども、香りはどうかな、くーちゃん。うっすらティーの香りがするね、とこさん。ほ
本当にうっすらティーのいい香りがしますね。えそんなにね強いわけではないんですけども、あうっすら爽やかな香りがしますよ。たくさん咲いてくれました。まあ香りがねそんなに強くない分、花持ちがねとってもいいんでね、これからまだまだつぼみもついておりますし、たくさん咲いてくれるんではないかと思いますね。えこんな小さなね平田アブとか、こうしてテントウムシもね頑張ってバラを守ってくれておりますよ。ねえもうまさにね無農薬栽培のバラという感じではありますけどね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。無農薬無肥料栽培のピエール・ドゥ・ロンサール、綺麗に咲いてくれましたという動画でしたけども、はい、この子はねもう帰り咲きなんでね、もうこれからポツポツとしか咲いてくれないとは思いますけども、はい、楽しみにまた見守っていこうと思います。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。